どうも、皆さん、今回はネットフリックスの実写化についてだよ。なんか、最近、いろいろな情報流れてきますね。うん、この動画を作ってる時点で、シティハンターの実写映画化が発表されたんだ。お、でも、この、キービジュアル見る感じ悪くなさそうやん。鈴木亮平さんは、役によって肉体を整えることで有名な人だし、このシティハンターに関しては、私はあんまり心配してないんだ。どんな目線で見とるんや。私は、シティハンターは、完全版コミックを揃えるくらい好きな作品だから、そんな目線になるのも仕方ないんだよ。りょうちゃんに対する愛が。まあ、シティハンターは何度も実写化してるしさ、それこそ、ジャッキー・チェン主演のシティハンターなんて、いろいろととんでもなかったし。あれは、何やったんやろうな。まあ、あれはあれで面白かったんやけど。エンジェルハートの方ではあるけど、日本人でも実写化してるし、フランス版の実写映画はめちゃめちゃ好評だったしさ。フランス版は、監督がガチ勢なんよな。監督自ら、原作者に脚本送って許可取りしてるし、愛が違うんよ。愛が。シティハンターは、そこまで、ひどいことに、はならなそうだなって思うし、むしろ見てみたいなって気持ちが強いんだ。問題は別作品や。最近発表された僕のヒーローアカデミアの実写化に関しては、不安がとんでもないんだよ。実写向きとは言えないもんな。監督さんは、日本人で、脚本は海外の人っていう異色の組み合わせではあるし、キャストも日本人なのか、海外の人なのかもわからない。どうなるんやろうな。ネットフリックスは、いわゆるポリコレに配慮したようなオリジナルの作品も多いし、そこに染まっちゃったら、オールマイトが、黒人で女性で同性愛者みたいな、てんこ盛りセットになるかもしれない。それは悪夢、やあ。もともと、ヒロアカ自体がアメコミを意識した日本のジャンプヒーロー漫画だからこそ、そこをどう実写化するのかっていうのは相当センスが問われるところだよね。配役はもちろん、キャスト、脚本、CG とかの演出、問題が山積みや、アニメは、ボンズさんが素晴らしく仕上げとるだけに実写化のハードルがめっちゃ上る感じやな。ヒロアカに関してはまだ情報が少ないから判断難しいけど、期待2割、不安8割ってところかな。一夜漬けした期末テストの当日みたいな感じの心境や。そしてワンピース。あ、これはもうキャストは発表されてましたよね。うん、まあキャストの時点で色々となんかこう違うって感じがすごい。撮影セットとしてゴーイングメリーゴを作ったりと気合は入ってるんだけど、ゴーイングメリーゴーの顔の部分のなんか違う感が凄まじいんだよね。怖いメリーっていうよりゴートや。始まってみないとわからない部分はあるけど、ワンピースに関しても、期待2割、不安8割って感じかな。ワンピースファンは、ガチ勢な人も多いやろうし、ちゃんと桜な批判の声もやばそうやな。そして、一番問題なのが、悠々白書なんだ。なんでなん、日本が舞台やし、登場人物も日本人やし、ザファンタジーな感じの作品より流行りやすいんやない？キャストの時点で終わってる。え、まず、浦飯祐介。こんなもんやない？うん、浦飯祐介に関してはいい。続いてクラマ。ん？女性に間違われるような耳麗しい男性のキャラなんだけど、まあ男だよね。くさ。続いてヒエ。ヒエ、ヒエのコスプレをハロウィンにした本郷蒼太さんやろ？ヒエです。お、本郷蒼太さんも実写映画の常連なんだよね。一時期の山崎賢人さんのフリー素材かほどじゃないけどさ。離れんの演技とかもやっとったな。そして最大の問題点。祐介、クラマ、ヒエときたら最後は。こちらです。誰？桑原だよ。なんでやねん。もうね、髪型すら似せる気がないし、桑原はこんなイケメンじゃないんだよ。あかん、龍さんが怒り心頭や。この写真だけを見て、桑原って誰が思う？他の3人は、まだ、元のキャラがわかるんやけど、桑原はコスプレですらないな、エグザイルの新メンバーやるこれ。桑原は決してイケメンじゃないけど、男らしいかっこよさを秘めたキャラなのに、なんで、こんなイケメンにしたのか謎でしかない。もう始まる前から終わってる典型やん。うん、こんな見た目にしてる時点で愛を感じない。フランス版のシティハンターがそうやけど、実写映画って、原作に対する愛があるかどうかって一番大事なところよな。悠々白書のファンなら、こんな桑原は許せへんもん。悠々白書に関しては、不安 1億%、期待マイナス2兆%くらいかな。桁も単位も変わってもうてる。なんでこうネットフィックスさん実写化しまくっとるんやろうな。まあ、映像化するにあたって、実写化って、良くも悪くも話題になるし、少し古いけど、海外でも有名な漫画の実写化なら、なお、話題性もあるからみたいな感じなんだろうね。それぞれの作品のファンとしては、不安なところやな。結構ネットフリックスさんやらかすからね。バイオハザードとかもひどかったし、デスノートの実写化は、私は大好きなんだけど。リュウさん、ネットフリックス版デスノートめっちゃ好きよな。いい感じで、みんなバカなのがいいんだよ。平気で好きな人に、デスノートの存在を教えちゃうライトとか、推理するんじゃなく、銃を突きつけてくれるとか大好き。脳筋版デスノート。どうせひどいなら、そういう面白さがある作品だといいんだけどね。デビルマンとか後世まで語り継がれるやろうからな。ではまた次回。